今この横浜には51万人ものお一人暮らしの高齢者がいらっしゃいます。私も4月12日にこの横浜市民に東京から新参者でなった日、中区で住民票の手続きをした日に65歳になりました。横浜378万人と日本で一番大きな町です。四国4県ございますが、四国4県の合計の人数よりも横浜は大きな町なんです。でもそこに97万人の65歳以上の高齢者の方がいらっしゃる。そしてその中でお一人暮らしの高齢者の方はどのくらいいらっしゃると思いますか？97万人が65歳以上、その半数以上の51万人はお一人暮らしなんです。私も南区やあるいは中区でも、この鶴見にも寺尾のところにもですね、高台もあれば坂道もあります。そうしたところをバスから降りて荷物を持って、そして2階のお部屋まで上がっていくご高齢の方がいます。本来こうした福祉や医療や教育というのは、私は知事時代からずっと人が人のお世話をして初めて成り立ちますよね。皆さんが行かれている病院にも確かに立派な検査機器はあるかもしれませんが、でもその機械だけでは無用の長物で、そこに皆さんに的確な判断をしてくれる、そしてその喋り方がぶっきらぼうではなく、人間の体温を伴った医師や看護師や技師の人がいて初めて福祉や医療や教育も成り立つんです。とてもシンプルな考えです。人が人のお世話をして初めて成り立つ福祉や医療や教育こそは、私は21世紀の少子高齢社会の確かな地域の雇用と活力を生むと思っております。残念なことに横浜市には保健所が1か所しかありません。中区にある34階建ての市役所の中に保健所が1個です。それも皆様が行かれる鶴見の区役所にも保健や福祉を担当する部署はあります。私は保健所をもう一回18区に1個ずつ作りましょうなどという新たな箱物行政をしようと言っているのではありません。でも横浜の大きな問題は、私も長野県で知事を務めた人間として見ると各18区には独自の予算がないんですよ。横浜市役所の34階建ての建物の中で全ての予算が作られているんです。町全体の方針はもちろん必要です。町全体に必要な予算は市役所のはずです。でも皆さんがお勤めになっている、あるいはお勤めだった会社も、各営業所だったり、あるいは大きな会社でも分社化して、そこが独自に現場の実情に応じて予算を組んできたんじゃないんですか。そこの現場の実情において、良い意味で人員の配置も変えてきたんじゃないんですか。全てが横浜市役所の34階が考えているというのは、私は現実に即してないんじゃないか。テレビのドラマでも現場にこそ常にヒントや問題はあるわけです。現場でもっと伸ばそうということを伸ばす、そして現場で不具合があることを直していく。私は18の区役所、区長は東京都23区と違って公選制ではありません。市の職員です。でも私が中区に移転をしたときに、若いスタッフでしたが、非常に誠実でありながらテキパキとしていて、そしてぶっきらぼうでなく人間的な対応をしてくれました。65人、4月12日になったので、年金の係のところの人も皆丁寧だ。一人一人の職員は丁寧であっても、組織として皆さんが願っている行政の在り方でないとするならば、私はそれは市役所という34階建てではない各現場にきちんと権限を移譲する、予算も含めてことが必要だと思っています。